皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回からはジョセフさんが火曜日恒例の予言とは別に配信した、世界を救う者たちの内容の2回目をご紹介します。世界を救う者たち。レインボーチルドレンが新しいことを生み出していく能力を明らかに示しているのは、彼らが自然と交わる姿に垣間見れます。彼らはガーデンや平和のサンクチュアリーを思い描くことができます。そして彼らのワクワクするような糸を通してまるで魔法を使うように今まで放置されていた空間を周りのコミュニティをも巻き込んで、人々が集う自然の美しさが溢れた場所へと変えていくのです。彼らの努力なしで生まれる糸は苦労から生まれるものでなく愛と幸福と調和から生まれるものです。その輝くようなエネルギーは物質的な変化を生み出すばかりではなく、人々に感情的、精神的ヒーリングも与えます。彼らの存在が周りの魂を高揚させポジティブな態度と将来展望を奮い立たせます。それはまるで伝染していくかのように楽観的バイブレーションを周りに広げていくのです。その糸の効果はインディゴ、クリスタルそしてレインボーによって示されてきました。それは目的の明確さに深く基づいています。この明確さというものがとても強力な力となり、人々のエネルギーや意図と交わって宇宙がそれに応えて人々の願いと意図の物質化を促進します。もし心の中で対立も矛盾もなく曖昧なものは一つもなく自分の欲しいものがはっきりしている場合、宇宙はそれに応えて成就するためのチャンスや道筋を即座に与えてくれます。インディゴが環境問題に取り組もうとするとき、彼らにはこう変わってほしいというクリアなビジョンがあります。彼らのフォーカスした意志はゴールに直結した行動を伴います。それが成功につながりやすくなるのです。それと似たようにクリスタルチルドレンも癒して調和させるクリアな意図を持ち、自ら平和を体現し輝きを放つことによってグループやコミュニティの力関係を変化させるのです。ここで私たち全員が学べることはもっと強い意志で自分の行く道を選びその意志を貫き通すことで、自分の願いを叶えることができるのです。確固たる信念は個人の発達、キャリア、向上心、人間関係そして広範な社会の変化を促進させるのです。15歳のジェイクはテクノロジーに強い興味を持ちかつ正義感あふれるインディゴチルドレンで、ネット上のいじめに立ち向かう SNS のキャンペーンを張りました。彼のプロジェクトはまず小さなブログから始まりましたが、彼には断固として学校の規則やコミュニティの態度を変えなければいけないという強い思いがあったためそのブログは急成長しました。彼のクリアな集中力と揺るがない献身的取り組みはそれを広範囲で実現化するのを大いに助けました。そして多くの学校で大変重要な校則の変更が実現しました。12歳のクリスタルチルドレンのエミリーは彼女の強い共感能力を孤独や孤立感を感じているご近所のご老人のために使いました。特に厳しい冬のシーズンを迎える中彼女は近所に住むボランティアを募り、こういった老人宅に伺い時間を過ごす訪問プログラムを確立しました。これによってご老人たちに温かさと人とのつながりを感じてもらうことができました。彼女の明確な意図はご老人の寂しさを軽減することにありました。そのクリアな意思はコミュニティのサポートネットワークを活発化させるのを助け、それはさらに大きくなっています。7歳のレインボーチルドレンのルーカスは、彼の住む都会の街にもっと緑が欲しいと言いました。思わず釣られてしまう彼の情熱とクリアなビジョンはコミュニティの人々を集め、ローカルビジネスが賛同し市役所も乗り出してコミュニティのための庭園と公園建設に発展していきました。彼の喜びと純粋な意図がこの活気あるコミュニティ空間を生み出したのです。こういったストーリーは新しいものですが、
同時に私たちにとってこの世の中に自分が影響を与えうる可能性を示唆する強力な注意喚起となります。彼らが私たちに示してくれたように、明確な集中した意図を持つことにより自分のゴールや願望を現実化していく能力を強化していくことができるのです。これが意味するのは何が本当に欲しいのか深く理解し、揺るぐことなくそのビジョンに向かって取り組んでいくことです。それが個人的な癒しであろうが仕事のゴールであろうが社会的変革であろうが基本は全く変わりません。インディゴチルドレン、クリスタルチルドレン、レインボーチルドレンのこういった実現していく過程について学び、彼らの明晰さと純粋な目的からインスピレーションを得ましょう。彼らはそれぞれのユニークな方法で、フォーカスと意図することの力について意図した通りに生きるという魔法を私たちに教えてくれています。私たちもこの教えを味方にして明確なはっきりした決断をしていくことで自分の人生に生かしていくことができるのです。行動を高い志に合わせていくのです。真正面を向いて目的を持って生きるのです。私たちは自分自身の生活を向上させるだけでなく、地域社会のより大きな利益にこの美しい地球に貢献することができるのです。私たちの地球に新たな光を掲げてくれる彼らの存在は本当に素晴らしいです。もしかしたら視聴者のあなたもこのカテゴリーに属しているのかもしれません。この情報がお役に立つことを願っています。あなたはなぜここにいるのか、あなたの使命は何なのか、あなたでなければ子供や孫がそうなのかもしれません。あなたはこの子供たちに何か特別なものを受け渡したのかもしれません。そしてそれが何であるかを紐解く鍵にこの話がなるかもしれません。またはあなたの子供や孫、いいえあなた自身が大きな使命を果たすためにここにいるのかもしれません。もちろん私たち全員がそうではあるのですが、本当に今とてもエキサイティングな時代に入っています。そして私たち全員が何が起こっているのか、そしてこれから何が起こるのか見届けるためにここにいます。そしてもちろんこの地球が新しい次元にシフトしていくのを、とてもエキサイティングではありますが同時にとても厳しい時期でもあります。ですから高い周波数を持った新しい魂が私たちを助けるためにここに来る必要があったのです。なぜならば人類自体がアセンションしているのです。私たちは神聖なるものに自分自身のスピリットにもっとつながりを感じてきています。それと同時に私たちにはガイダンスが必要です。その助けはここにあります。ですから私たちはその助けをただ求めればいいのです。自分の箱から飛び出してください。自分の箱の中に閉じこもった人がまだまだたくさん存在します。外には本当にたくさんの異なった人々がいることも知らずに、その中にいては自分の人生を成就することはできません。あなた自身の魂の旅路を助けるために、あなたの使命を助けるために、楽しさや幸せに溢れた領域に到達するために諦めないでください。本日もご視聴いただきありがとうございました。この情報があなたやあなたの家族、お子さんやお孫さんの助けになることを願っています。次回お会いすることを楽しみにしています。人生を祝福してあなた自身を祝福するのを忘れないでください。あなたがそう接してほしいように他人に優しく接してください。そして自分にも優しくしてください。力強く真実を胸に抱き、優しくそしてあなた自身でいてください。なぜって、あなたは素晴らしい人だからです。それでは素敵な残り一日をお過ごしください。ナマステ。いかがでしょうか？たまに世の中を大きく変えていくような行動ができる人がいますが、あのような人たちはそういった使命を持って生まれてきているのかもしれませんね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。
今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。